俺はワンピースが毎回楽しみでしょうがない。その伏線や仕掛け、設定、そして膨大な知識でいろいろな考察系 YouTuber を生み出し、そちらもめちゃくちゃ面白い。それは先生のワンピースが面白いことに他ならない。僕が 17歳の頃に連載が始まり「ワンピースと出会ったその時は先生はおそらくまだ20代前半その当時は今ほど忙しくなかったがと言っても週刊連載なので忙しさ,忙しさは素人の僕ですら想像に耐えやすい だが若いので多少は無理は聞いていたでしょうだがもう先生は40代おそらく後半しかも20代の頃より連載以外のことも忙しいと想像できる取材とかいろいろとても睡眠時間が取れているか体が 心配です40歳の僕でもきついと思うことがあるので僕は小田先生にも会ったことないですし小田さんの体でもないので楽しくて全然疲れを感じないんであればそれはいいんですけどもだから俺は救済を何回してもらっても構わないと思ってます 何週でも待てます救済とはいえ家でゴロゴロしてる暇もないでしょうしプロットが完成してたとはいえその膨大な知識資料と好奇心といろんなアイデアがどんどん膨らんでオダオダの実が覚醒して体が休んでいても 脳が休まらないそういう時ずっとそうなんではないのかと想像します救済は正直めちゃくちゃもうワン僕も社会人なんでそんなにいろいろ漫画とかアニメとか見てられないんですよまあワンピースに関しては考察系ユーチューバーの方その方たちも膨大な知識を持っていろいろな調べでそして 面白いトーク力で僕も楽しませさせてもらってます合ってるか合ってないかはどうでもいいですいろいろな人がこういう考えそういう考えを持っていることで僕もあなるほどなそれはあり得るなと日々その人たちにも感心させられてます救済は嫌ですけどもそれは野球中区で潰れたアニメの「 『ドラゴンボールが』が、えー、休みになった時と同じぐらいいやそれの2倍ぐらいきついですけれども先生の健康あってこそのワンピースなので全ては先生の頭の中そして先生が描く絵がとても好きですなので最後まで。 先生には書いてもらわなないいいと僕は死ねないんですいつ死ぬか分からないですし事故に巻き込まれるかもわかりませんけども漫画界で言えばやはり「ワンピースの最後を迎えてからじゃないと僕は死ねません幸いにも寿命的には僕は先生より年下なので生きてる可能性は高いんですけれども 先生の「ワンピースに出会えて僕はとても幸せだと思いますだから睡眠をしっかりとってほしいですせめて食事もそして机に座りっぱなしでしょうから運動もしてほしいですし大人の事情で無理をするなど言っても無理なのかもしれませんが僕みたいに 思思ってるやつもいっているいいいるるぱとます最後にこれは先生の体を心配しているようなあたかも言い方になってしまいますがこれは正直自分のためです自分が無事に大好きな漫画の「ワンピースを読み終えることができればそれでいいです正直 先生の漫画を最後まで読めるよう先生の健康を願っています。